おはようございます。今日はね、3月28日でなんと1日密着って言ったところで、何をするかというとですね、僕はね、不動産の物件を見に行きます。目的としてはですね、新たにクリニックを立ち上げるということで、どのように進めていくのかっていうのを順番に動画にしていきたいなというふうに思っております。なんで寝起き顔パンパンな状態ではございますが、今日1日ですね、物件を数件見て、その動画の様子を見ていただきたいなというふうに思います。で、どこに見に行くかというとですね、今日は表参道を6、7個ぐらい見てきます。場所の選定に関してもかなりやっぱり重要だと思うので、やっぱり商売ですからね、とはいえ医療とはいえね、で競合の相手もたくさんいますので、基本的に僕はですね、レッドゾーンの中に飛び込みたいタイプなんですよ。つまりもう美容クリニックいっぱいある地区の中に行きたい。そうすると大体どこかというと、新宿、渋谷、表参道、銀座、大体この辺じゃないかなと思うんですよね。その中でね、新宿と渋谷、なんかちょっと雰囲気的に自分に合うか合わないか、客層的にどうかなっていうのが悩みどころだから、優先順位はね、やっぱ銀座と表参道となってくるので、まず今日はちょっと表参道の方を見て選定したいなというふうに思います。なんでそうを選ぶかというとね、やっぱりこの洋服を買う時も、皆さんこうやっぱりいっぱい集まってるところに行きたいじゃない。いっぱいあるから。電話だ。はい、もしもし。電話が入ったの。こういう時に限ってテーマが。で、皆さんが買い物する時って、やっぱりいろいろ見たいじゃないですか。美容機関も一緒だと思うんですよね。有名な先生にカウンセリングをしてもらいたい。で、それが何箇所かある。となった時に、やっぱり近い方が同じ日に見に行けるとか、そういうことができるじゃないですか。で、今はもう個人で、開業する先生いっぱいいるし、で皆さんのカウンセリング周りってどんどん激しくなってきてるわけだから、カウンセリング周りをしたいっていう人にのニーズをぶつけるためにレッドゾーンに入っていきたいっていうことで、かつそこにいれば、周りに回ってやっぱりね、自分だけじゃなくてクリニックが有名になってきた時にかなり有利に立てると僕は思うんですよ。だからまずはレッドゾーンに入っていくというのが重要なのかなと僕は思っているので、表参道と銀座あたりで見てみます。ただコロナ明け後で今ね、まあね、かなり物件が少ないみたいで、どうなるか今日の、まあいい物件があるといいな。やっぱね、数回は見に行かなきゃいけないと思ってるから、また動画にしていきながらご報告。しかし顔めちゃむくんでんな。というか今思ったんだけど、約2年の間、僕3回クリニックやってるんだよね。もう開業のプロやみたいな、めっちゃなんか得意な気がする。2年の間に1件開業の立ち上げで手続きやって、3年間やって、その後にもうワンフロア増床して、で今回もう1回でしょ。だから多分ね、すごいそんな大変じゃない気がするんだよな。大体道筋とかわかるし、これからやることも見えているんですよ。やることとしてはまず一番は物件選びでしょ。だから物件が決まったらもう全てがもうレールに乗るわけですよ。物件ありきなんで、物件が決まったら銀行に行く。銀行に行って融資を通してもらう。でその後に薬剤とか物品関連の準備をしていきながら、つまり契約、機械類の業者さんたちと契約しながら、物件の図面を取ってもらってデザイナーに投げて、打ち合わせして作ってもらって、そこで物件の出来上がりはいつかを逆算してもらって、業者さんたちと銀行にいつに開業することが決まったから、そこで融資してくださいをやる。以上、それが開業。ただそれだけなんだな。なんでまあもろもろな役所関連とかいろいろ面倒くせえこともいっぱいあるんだけど、基本的に道筋は今僕が言ったような流れになってくるので、
とってもシンプルなんですよ。ですのでぜひ恐れずに、もしこれから開業したい方いたらね、分かんないことあったら僕に相談したら全然乗りますので言ってください。はい、では行ってみます。形もいいですよね。うん、庭給排水が引っ張れない、だから内部で物を洗ったりとか滅菌したりすることはできないってことね。それはあかんな。ということで1軒目ですけど、結構おしゃれでいい感じだったんだけど、水回りが引っ張れない可能性があるんで、クリニックとしては致命的なんでスキップして次行きたいと思います。今前の事務所、なんだろう、借りてる方の現状回復中らしいですね。で、形はすごい綺麗だし正方形で、天井高も結構あって、水回りも大丈夫で、入り口がここからがメインね。ここがメインで、あの奥のエレベーター何でしたっけ？あそこも使えます。そうですね、あ、土日閉まっちゃう。3がやっぱり動線としてはこっちですね。こっち。いきなり、もしかしたら当たり物件かもしれない。そうですね。ついてるね、今日も。まあ、こればっかり本当に運なんで、場所もいいし、結構形もいいし、周りの環境も良さそうなんで、ここは結構ありなんじゃない？と僕は思ってるんですけど。今なら感覚的に間違いなくここがナンバーワンだな。 2件しか見てないからナンバーワンも何もいいよね。これ写真あってね。3件目はなんとビル一棟貸しらしいです。で、6階分あるそうなんですが、1階あたりが見えるかな、ちょっと奥行きが狭くて、一番奥に階段があるんですけど、20坪ぐらいが6階分あるので、これ動線はすごい考えなくちゃいけないなと思いますね。ただ夢はありますよね。1棟丸々借りることができるから、もう自分のクリニックのビルとして使えると。場所もいいし、駅からもそんなに遠くないから結構いいですけどね。ちょっと悩みましょう。新築みたいです。すごいなんかおしゃれ、近未来的で、今日ちょっと中は見れないみたいだけど、問題がお客さん入るのにセキュリティキーが必要っていう、ちょっと致命的な感じかもしれないね。これはこんな感じ、なんかすごくない？むしろこんな家に住みたいぐらい。いやー、ちょっとね、いちいちセキュリティ通して行くのはなーって感じはしますけどね。また次に来たいということで、あと三角っぽい感じですね。81層、駅から近いんだよね。恵比寿だからちょっと安いかなと思ったら、駅前2分で階段アプローチだから結構意外と高い。要件とか難しいぜ、選ぶの。あと何か見ておくポイントってある？まあ、給排水があそこなんで。うん、でもこれで底上げしたらこの柱めっちゃ低くない？普通低いですね。普通に手上げたら届いちゃうね。じゃあ1m90 超える人は早いんだね。全然中はね、なんかどうやら見れないので、
すごい仕様としては結構使いやすそうではあるんだけど、なんか見てみたかったな。あのびっくり寿司が強すぎて美容クリニックがあるとはなかなか思えないようなビルだけど、はい、ということで今日初日初回の内見内覧っていうのかな、あの物件を見てきたということで、主に表参道恵比寿あたりで見てきたんですね。で全部で今日は7件ぐらいあの物件を見てきたんですけど、まあ、帰り際にね表参道っていうこともあって、最近話題のジェントルモンスター行って、あのこのサングラスを買ってきたっていうあのイベントもあったんですけど、いやー楽しかったね、やっぱ表参道っていい街ですね。改めてやっぱこう自分がそこにお店を構えるっていう目線で見ると全然景色は変わっているように見えましたね。で街の雰囲気、そして活気も間違いなく申し分なく日本一二を争ういい街でしたね。銀座とは肩並びますね。やっぱり落ち着いてるし人もたくさんいるしね、すごいいい街でした。で奈良県見てきて、なんとなんと申し込み入れちゃいました。はい、いやまさかね申し込み入れるとは思わなかったね。ねどれに申し込みを入れたかちょっとまだ言えないんだけど、すごい良かった。あのもうここだろうっていう一択って感じで素敵な場所を見つけることができたので、まあこればっかりはね出会いと運ですよね。だって僕は申し込み入れなかったら誰かがね明日申し込み入れるかもしれないし、未来のことは誰もわからないから、とりあえずもういいなと思ったらもう即決、これは迷ってる暇もないぐらい急いでやった方がいいと思ってすぐに入れちゃいましたね。今回はですね、まあ、重要視しているポイントを基本的にそこは全部クリアして、広さ、とにかく広さを重要視していたので、1か2ぐらい広かったと思うので、場所もいいし、形もすごい綺麗。やっぱねこういびつな形じゃなくて正方形っぽい感じがいいと思ったんで、そこの条件もクリアしていたし、家賃の部分もそうだし、ちょっと高かったけどね、何よりもね街がいい。皆さんこれから通うにあたってねとても重要になってくるポイントだと思うので、いいねこれは嬉しいね。やっぱりねこうどこに何を置いて動線どうするかみたいなこう妄想してる間ってすごく楽しいじゃないですか。なんで今もう妄想で頭がうわーみたいになってる。で一方でですね、まだ見てみたい物件もあるので、こっちは申し込み入れといて手続きもどんどん進めて、審査も時間かかるだろうからやりつつ、その間に違う物件いろいろも見ていきながら、もしいいものがあったらちょっと浮気してこっちに行ったりすることもあるだろうし、なかったらこのまま進めていったら最短で開業ができるようになるんじゃないかなというふうに思っております。で正直クリニックをオープンするにあたって非常にやることって煩雑で、たくさん実は書類の提出とかあるんですよ。で僕はね仕事しながらなので、やっぱり一人でこう全部をこなすことは難しいと思ったんで、今回はねコンサルティングを依頼しています。でもちろん自分でやるっていう人もいると思うし、それはそれでありだと思うんですが、やっぱ僕普段結構仕事もね時間取られる仕事なので、なかなか開業の全ての事務手続きに時間を割くっていうことは非常に難しいので、効率よくやっていくためには自分の時間を節約するために誰かに依頼してお金支払ってその方に仕事をしてもらう、つまり自分の時間をお金に変換して買うみたいなイメージですね。でそうするとね非常に効率よく物事が進むと思うので、前回開業する準備の時もコンサル入れてて非常に良かったので、もう迷わず今回も絶対依頼しようと思ったんで、開業のサポートを一緒にしてくれるように今回しております。はい、もうワクワク。この動画が一体いつ上がるのかもわからないし、いつ皆さんに発表できるかもわからないんだけど、とりあえずね僕の今の心境の報告でございます。はい、これから一体私はどこでどこに向かっていくのか楽しみにして待っててくださいね。はい、ということで
今日の達成感半端ないね。めっちゃ良かったわ。いやー最高だね。うん、まさか初日で、いやまさかすぎたね。初日であんなにいい出会いがあるとは思わなかったね。いやー嬉しいね。はい、ということでまた動画撮っていきますね。